こんにちは、こんにちはです。昭和レトロのすごいお店なんですよ。楽しみ。行きます。そうそう。インスタ映えするんです。竹林のドクロっていう喫茶店。ランチに行ってきます。メニュー見るかな。よいしょ、なんかすごいレトロだよね。ウィンナーコーヒーとか器もなんかすごくメキシカンファッション、すごい昭和いいな。まあ飲み物後にして、いや、ラムダール900円。野菜トーストが750円、味噌スパゲティ1050円。味噌スパゲティ、なんかどんな味だろう。ミートソース800円、ナポリタン820円、ドライカレーが900円、カレーライス850円、生姜焼き1000円、単品ライス230円。メニュー日食は除きますよ。で、これはないんだね、もうね、カツカレーとかやってないんだ。あ、これがいいな。Cセット980円、何しようかな。これとそれで飲み物は、こっちから選ぶ、違うよね、選べないんだね。まあ変えてもらえるかどうか聞いてみて。カフェロイヤルってこれあれ、そう、ボッとボッとかな、ブランデーでボッとするやつ。今でもこれやってくれるとこないよね。すごい。飲んでみたいね。ここでしか飲めない。すごい。モーニングは8時から11時。あ、でも日祝は除きますね、売ってると迷ったけど Cセットにしました。これ写真では紅茶になってるけど、アイリッシュコーヒーに変えてもらいたかったんだけど、ただのブレンドコーヒーだそうです。楽しみ。すげえ、朝8時からやってる。で、あ、火曜日が休みなんだ。掛川市金指、昭和39年、1964って書いてある。昭和39年創業だ。すごい歴史があるんだね。消毒会計の上で長時間飲み込む。これコロナ対策で買ったんだ。トマトとキュウリと、トレスはしっかり辛み、辛さ、トレスは辛しマヨネーズ、すごい。銀のトレーに銀のスプーン、ミルクピッチャーもこれ。ほら、銀だ。
珍しい。高くなって。ラスト。お楽しみのボディゼリー。あ、カラースプレーもすごい。あ、こういうジェリーうまっ。カラースプレーにね、なんかね、感動、なんか昭和を感じる。ジェーン、うん、今かけたのとすごい味変、美味しい。うん、シロップがすごい美味しい。シロップか最初にかけなくて正解だったね。味変ですごい美味しい。はい、ごちそうさまでした。はぁ、うまかった、うん、ごちそうさま。それが来てる。僕と高評価よろしくお願いします。ご視聴でした。あと来てみてください。すっごい美味しい。